みなさんこんにちは、ちなつです。あきです。せーの、みかんサイダー三丁。今日の企画はせーの、みかんサイダー流ギター講座。私たちいわゆる弾き語りシンガーソングライターなんですけども、はい、結構いろんな方から弾き語りってやりたいけど難しくて、だからなかなかね手出せないみたいなよく聞くんですけど、うん、はい、実はとっても簡単 で、ね、とっても楽しいんですよ、はい、だから教える。それがみかんサイダーと、そう、2人とも独学でやってて、私高校生から小学、まあ、小5、6、そう、6年ですか、ね、からなんかもう適当に動画とか、あといろんな人の真似して覚えた私たち流なんですけど、はい、教えたいと思います、はい、ゴー。ギターの種類、ギターはエレキギターとアコースティックギターの2種類があります、はい、こちらがエレキギター、ボン、まあ、いわゆるコードにつないでこうやって鳴らす、バーンってね、そう、ウィーンって鳴らすかっこいいやつです、ね、そしてこちらアコースティックギターです。はい、私たちが普段使ってるギターはこっち側です、はい、こちらはまあつながなくても弾けるカントリー的な切れ目の音が鳴るのがアコースティックギターです。ロックじゃなければなんか結構こういう私たち系だったらアコースティックギターを買うといいなと思います、うん、チューニング、ギターを買っていよいよ手に取りました。まずやんなくちゃいけないのはチューニングです。これです。音がね、あのね、ずれてるとね、うん、ダメなんですよ、ギターは。チューニングってマジで大事です。めっちゃ大事です、うん、チューニングが狂ってるともういくらちゃんと抑えられてもめちゃめちゃな音が鳴ります。だから、はい、いろんな動画とか本にも載ってるのでチューニングから絶対に始めてください、はい、でチューナーもあの楽器屋さんとかで売ってるので、はい、ギター買うときはぜひチューナーもね、そう、忘れずに買ってください。そのチューナーっていうのはここにつけて音をこうやってよくやるじゃん、ウィーン。買わなきゃいけないのはギター、そしてチューナー、そしていろんな曲弾きたいってなったら、はい、こちらカポっていうのがあります。こちらは愛してるの響きだけで、はい、ここにカポをつけて弾くと愛してるの響きだけで、キーがちょっと高くなったの分かりますか。そうなんです。これでキーの歌のキーの調節ができるんです。もっと下げると愛してるの響きだけで、みかんサイダー、男の方の曲とか歌うときは結構カップをこうやって下にずらして高く上げて歌うととても歌いやすいです。とても大事です。そしてピック、これは弾くときに使うやつですね。そうそう、こうやってね、ピックなくてもできるんですけど、あの正直ね、はい、爪も割れるわ、痛いわ、結構難しいです。だからピックも買った方がいいかなと思います。あとね、アコースティックギターはそのピックで硬さがあるんですけど、うんうん、そんな硬くない方がいいです、うん、柔らかい方が最初弾きやすいですよね。うん、そうだね。それがあればぶっちゃけ弾けるっちゃ弾けますね、はい、で、あとはあのこれ首にかけるこういうのとか、まあでもずっと座って弾くって方は紐もいらないし、このやつが全部あれば弾けると思います、はい、じゃあ次コードを覚えよう、ギターっていうのはコードっていうものがあるんです、はい、私たちが普段使っている弾き語り用の楽譜のサイト U フレットっていうサイトがあるんですよ、はい、こちら弾き語りやる方にはすごくおすすめのサイトです。めちゃめちゃおすすめなんです。いろんな、もういろんな曲の歌詞とその上に楽譜 C とか G とかそのコードが載ってるんです、はい、でこれを見ながら弾くと歌が歌えるんですけども、コードをね覚えないとね弾けないので、はい、ぜひぜひあのコード覚えてください、はい、6個くらい、はい、この6個を押さえておけば、はい、何でも大体弾けるよっていうコードがあるので、うん、はい、それをこれからちょっと教えていこうと思います、はい、よく使われるコード、はい、まず1個目 C、 そして2個目 G、 次 D、 次 Em、 マイナー、次めちゃめちゃちょっと難しいです。ここで引っかかる方が多いんですけど、これを乗り越えたらめちゃめちゃいろんな曲が弾けます。F、 そして Am、 マイナーですね。これを覚えたらもう本当にギターが急に楽しくなりました。はい、ちょっとあの F っていうコードが結構めちゃめちゃ難しいんですけど、うん、これあの1本の指で6弦全部押さえるんですよ、うん、この指あのさっき教えたカポのねちょっと役割をちょっとしてるんですけど、うん、それを指でやらなくちゃいけなくて、うん、やっぱ結構そこでねつまずく方が多くて、はい、でその時に重要なのが、うん、この親指の位置なんですよ、後ろの、はい、ここの洗濯バサミ挟むみたいに、うん、ギューって親指力入れてで押さえる感じですかね、うん、でこのコードを覚えたらいろんな曲ができるんですけど、例えばチェリー、 愛してる Am、 Em、 Em、 Em、サンサイダーの曲、学校行きたくない、学校行きたくない、 D、 Em、 勉強したくない、 C、 先生の話
これとか、ね、あともっといろんな曲ができます。あとカップをちょっとつけさせていただくんですけど、奇跡、二人寄り添ってやる、 E マイナー、 E マイナー、 こういう風にもういろんな曲が弾けます。ぜひこのコードを覚えてやっていただけるとできますね、はい、C、G、D、E マイナー、 F、A マイナー、この6つ押さえてください、うん、これでいろんな曲に挑戦してみてください。はい、これで参考になったって方いたら、ぜひ高評価、そうあとコメントもね、そうお願いします、 お願いします。また反響が良ければ第2弾でもっと詳しいところまで説明しようと思います、はい、ちょっとね本気でねみんなに楽しんでほしいから、はい、ギターの楽しさをちょっと共有したいです、うん、ちょっとマニアックな話になってしまったかもしれないんですけど、ぜひこれを見て参考になっていたら嬉しいです。はい、今日の動画はこれで終わりです。夏でした。秋でした。せーの、みかんサイダーでした。バイバイ。